えー、こんにちは公明党の矢倉勝でございます、えー、委員の皆様、またあの大臣はじめ経済産業省の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。あの1年間、えー、農林水産大臣政務官をしておりまして、その関係もあって、本当に久しぶりの質問でございます。あの経済産業省というところは、まあ、私も考えるところ、本当にいろんな産業をです、ね、こう横串でつないでくださって、 経済のつながりというのを作ってくださる、経済の付加価値をどんどんこう大きくする重要な役割を担っていただいているというふうに思います。またあの中小企業庁も含めてですね、地域の雇用やまあ安定をしっかり支える。 まあ、地域経済の循環を作っていく、本当に重要なお仕事をされているというふうに思います。まあ、私もあの委員の一人としてえ、充実した審議を通じて、まあ、経済政策全般の発展に、えー、しっかり寄与させていただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、あの、まず、えー、質問は、まあ、今、目下課題となっております、事業処刑、まあ、事業承刑につきましてであります。で、あの、この前、日商、日本商工会議所とも話をしたんですが、 この事業承継、非常に問題がある、まあ、税制はとりわけですね、まあ、非常に間口がやはり狭くなっているので、まあ、380万人ぐらい、満社と言われている中小企業の中で、この税制を使っているのは年間500ぐらいだと、あまりに要件厳しすぎるんじゃないかというような話がありました、まあ、の雇用の維持要件であったり、また対象の株式が限定されているとか、そのあたりの間口の話は、ぜひ、いろんなところでも議論がありますから。 必ず、拡充をしていただくように、ご尽力をいただければというふうに思います。で、あの今日まずお伺いしたいのは、まあ、税の話とはまた別に、まあ、承継全般としてですね、あの今、税の話は、後継者が決まっている人の、まあ、社の話でもある、まあ、やはりその前に、後継者が決まるかどうかっていうところも分からないような企業もたくさんあるわけであります。で、この前、中小企業を回ったんですが、まあ、3代目、2代目とかさまざまな企業があるわけですけど、 後継者が見当たらないと、まあ、そういうような企業がたくさんあります、まあ、いろんなアンケートによると、まあ、中小企業のうち、承継を考えている企業のうちでも、そのような企業は2割から3割ぐらいあるというようなアンケート結果もあるというふうにもお伺いもしておりますが、こう事業承継をまず考える上では、こうまずこう決まっていない、後継者が決まっていない企業への支援と、そしてあの場合によっては、この承継後の 支援も含めてですね、こう切れ目なく支援をしていくこと,ということが重要だと思いますが、そのあたりについての問題認識と、またご対応、どのようにされているのか、えー、答弁いただければというふうに思います中小企業庁、安藤長官。お答え申し上げます、あのご指摘のとおりだと思っておりますあの、中小企業、小規模事業者の方が置かれた状況はまさにさまざまでございますあの、ご後継者が決まっていない方につきましては、あいわゆるそのマッチング事業、これは、 同一地域だけではなくて、場合によってはかなり全国規模も含めて、ですねその事業、あるいはその技術を継承しようと思われるような新たな担い手の方を見つける必要がございます、こういったことに対するご支援、あるいはそういった活動に対するさまざまな関係者の統合が大変大切でございます。 現在、あの、事業引き継ぎ支援センターというのが各都道府県にございますが、この機能をさらに強化をさせていただく、さらに全国大でこれをつながせていただいて、様々な事業の情報をですね、相互に融通させていただく、こういった活動が大変大事でございます。また、あの、今、後半ご指摘がございましたように、事業を承継した後も、これ大変大切でございます。あの、新しい経営者になられた、あるいは経営層が若返ったと、こういった機会を捉えまして、 経営革新、あるいは IT を使った新事業展開、業務の効率化、こういったようなことをこの機会に集中的に支援をしていく必要があると思っております。えーまあ、あの今後、例えばまあ10年程度です、ね、あのこういった施策、税制も含めまして、集中支援の大変大切な時期だというふうに認識をさせていただいております薬田君。 あのまあ、全国規模でという形でおっしゃった、その部分が非常に重要だと思いますので、ぜひ制度設計をより引き続きよろしくお願いいたします。であのまた、税の話に戻らせていただきたいというふうに思います、大臣にお伺いしたいというふうに思いますが、あのまあ、最終的にこう猶予された後その税を払わなくて済むというのは、倒産したりだとか。 まあ全額、全部をですね後継者に譲ったとか、そういうようなことに限られているわけであります、で例えばですけど、承継された後もう何年、何十年と経った後まあ事業判断の一つとして、ですね事業全体をこう継続するために事業の一部を売却しなければいけないというようなことがあります、まあ、そのような場合ですが、この時の売却額、株式の売却額が例えば2000万だとする、ただ、相続の時は1億いくらだというようなことの、差額の変動はやはりあるわけなんですね。 でそういった場合に、猶予というのがこの点度は打ち切られてで、かかってくる相続税というのは、まあ、相続時の非常に高い価格がこうかかってくる可能性もある、それだけではなくて、やはりもう利子税というのもこれ、かかってくるわけです、あの年率まあ1%弱という形で、これが相続された後結局そういうような売却した後期間が多くなればなるほど、非常に膨れ上がってくるわけです。例えば30年間とかししたら1億のものもに対しては 2000万から3000万台ぐらい、利子税もばーっとかかってくると、で少なくとも、この利子税の算定の基準になるようなものについても、まあ、売却のときの現状に合わせた形で評価買いをするなど、そのような配慮も踏まえて、考えなければいけないのではないかなというふうに思っております、まあ、実際上、この中小企業にとっては、まあ、そのような将来不安に対しての資金の、まあ、この止めとかなきゃいけないっていう。 ただでさえ資金調達が大変なのに止めとかなきゃいけないというリスクはやはり追わなければいけないというそれが心に乗っかっている限り承継というのはなかなか進まないんじゃないかなとそのあたりの配慮は必要であるかというふうに思いますあの有業打ち切りによる相続税算定にあたったというのが株式評価に当たりましてはですね、まあ、その後の経営状況等を確認しながら まあ例外的にこう相続時評価ではなく、売却時であったりとか、そういうのを選択できるとか、そのような柔軟な対応をするように、財務省に働きかけていただく必要があるかというふうに思いますが、大臣のご所見をいただければというふうに思います世耕経済産業大臣。あのまさにですね、えー、この事業承継税制というのは、今、年間500と言っていただきましたが、入れて10年になるんですけども、10年トータルで2000なんですね、最近ようやくいろいろ微修正を加えて、えー、少し増えてきて500という状況でありますから、えーこれ これ跡継ぎの決まってない会社が127万社あるという状況の中ではですねこれ本当に問題でもっと、えー、使い勝手のいいものにしていかなければいけないと思ってますその中で一番大きいのがやはり現行の納税猶予制度の、えー、あり方ここがあの一番使われない大きな理由ではないか今ご指摘のように、えー、10年以上前のですね、えー、価値で。 いきなり相続税が飛んでくると、えー、1億円の価値が10年前あっても、えー、今2000万でしか売れないかも分からない。そしたらもう 危なくて、こういう税制はなかなか使えない、あるいは今おっしゃったように現金を手元に置いとく必要が出てくるということで、だったら使わないという形が出てきてるんだろうというふうに思います。あの中小企業団体とかからはですね、猶予じゃなくて免除というお話もいただいてます。えー、ただこれはちょっと他の相続税を納める人とのこの公平性の観点からどうだろうかという議論が政府の中でもありまして、今、経産省としてはですね、政府の中で、実際のその時の売却額に沿った形で、 課税をすると、納税をしてもらうという形にできないか、現実的なところでそういう形にできないかということを、今、経産省としては財務省、その他関係省庁と折衝中でございます薬田勝夫君。今、問題意識として同じ方向性を向いていただけているということを確認できました、ぜ、ま、ひ、あ、年末に向けて引き続きご協議をいただき、結論を出していただければというふうに思います。 えーまあ、引き続き、まあ、その中小企業という視点からのまた税の話をさせていただきたいというふうに思います、あの次は、まあ、焼却資産にかかる固定資産税の件であります、まあ、こちらもあの、まあ、大臣の方にお伺いしたいというふうに思っておりますが、この前もあの予算委員会でも話も出ました、えー、そちらと少し若干繰り返しになるかもしれませんが、まあ、やはりこの、まあ、世界的になかなか例はないというふうに言われてはおります。で特にこう中小企業ほど その焼却資産というもの、全体の事業費用に対してのかかるまあ負担の割合というのはやはり大きい、それが、焼却が尽くされるまでずっとこうかかっていくというような負担感というのは、やはり中小企業ほど大きくかかっているかなというふうに思っております、まあ、あの他方、ですねこれ、自治体にとっては期間税ということであり、廃止縮減というのは非常に慎重でもあります。 ではまあその中あのこの前も訪問した企業の中で、これは鋳物の鋳、まあ、物工場であったりするんですけど、まあ、結構、設備も高額なものが多くて、2億とか3億とかするような設備もやはりあるで、今持ってらっしゃる設備を20年、30年とメンテしながら使ってられているわけであります、でご本人、の経営者としては、新しいのをしっかり取り入れてやりたいんだが、まあ、あの当然。 高額な設備投資もかかるけど、新しいのがかかると、またあの税が、えー、焼却資産税がやっぱりかかってくると、メンテで回してるよりも税の方が高くなるとか、まあ、そのようなことをおっしゃりながら、ですね、えー、具体的な詳細な計画的計算は聞いてなかったんですが、まあ、そういうような形で、税がやはり設備投資に対してのおもしれになっている部分もあるんだなというのは、私も一つ実感をしたところであります。でぜひまたた引き続き続お伺いしたいししんですがやはりまああのこ,のこの部分に関して今も 三年半分という形で特例はあるわけですけど、まあ、中小企業に配慮した形で、地域経済発展のために、ぜひもう一歩の政策という形を経産省として訴えていただきたい、これのご所見とともに、まあ、あの財源減少を心配する自治体に対してまあ配慮をしなければいけない。まあ、例えばあの 固定資産税も1.4から1.5であったりとかする、それについて、資産についてかかるわけですけど、それを徴収することによる財源効果と、あとはそれらを免除することでこう生まれる設備投資の、それによる企業収益が上がっていって、最後、法人住民税とかでもこう入っていくとか、そのような長期的に見た観点からすると、どちらが財政取ってはいいかというようなことも、資産も踏まえてですね。 えー、自治体の方にも安心していただけるような工夫をしながら、ぜひこのあたりをさらに進めていただきたいというふうに思いますが、大臣からご所見をいただければと。中小企業の3分の2は赤字状態でありまして、えー、そういった企業にとっては、ですねやはり固定資産税の負担というのは非常に、えー、重くなっているわけであります。今今おっっっししゃたたたように新しい設備を入れたららでですね今までは却が終わった資産だから 固定資産税ほとんどかかってなかったところへまた新品を入れるとですね、えー、固定資産税の負担が重くなってただでさえ赤字で苦しいのに苦しくなるということで、えー、どうしても生産性が上がるということが分かっていながら、えー、なかなか新規投資ができないというのが現状だったというふうに思っていますでそれをですね、えー、前回の税制改正で一歩踏み込みまして、えー、この固定資産税の特例というのを入れまして新しい、えー、いわゆる中小企業経営強化法の認定を受けて え設備投資を行ったらその分に関しては固定資産税二分の一というのをやりました。えー、やっぱり効果があったと思います。二分の一であってもですね。先ほど事業承継税制は十年で二千社ですけども、えー、これはなんと一万五千社がですねこの固定資産税の特例制度を早速使ってくれてますし、えー、で使ったあの声をいろいろアンケートとかで調査をしますとですね。例えばある酒蔵でやはり生産性が上がったんで人手をよそへ回すことができたということで、えー、作りざ 酒蔵観光の営,あの営業に全国回るスタッフを確保することができるようになって、えー、そしてそれで、えー、観光客が、えー、酒蔵を見に来てくれるのが増えたとかですねあれこれ予算委員会でも申し上げましたけれども、えー、土日返上でやらないと納期に間に合わなかったのがやっぱり機械新しくしてしっかり土日週休2日、えー、しっかりと休めるようになったというような例もありましてです、ねえー、これをもう一段深掘りをしてですね、えー、2分の1と言わず、えー、まあできれば ゼロにです、ね、持っていいくことができないだろうかあの先ほど伊藤議員からもあのご指摘いただきましたあのあと総理が、えー、世耕さんの答弁には中小企業の経営者ぐっと来たと思いますがと言ってましたが一方で私、答弁しながら、えー、後ろから野田総務大臣の指すような視点を感じてましてです、ねえー、これ、地方自治体にとってはあの大変な基幹税であるわけですから、えー、そこは地方自治体の皆さんにもご理解いただけるように、まあ、私は長い目で考えてほしいと思っていますがあの地方自治体にとってもその固定資産税 以上のメリットが感じられるような、ですね例えばものづくり、補助金を手厚く配分するとか、ですねそういうことも含めて、総合的に考えていきたいというふうに思っています薬今、大臣ご答弁で、その予算措置と合わせてというようなご示唆も踏まえました、総合の自治体に配慮という点では重要だと思いますので、ぜひご検討をいただければというふうに思います。もう一つあの、まあ、同じ まあ焼却,資産、まあ、焼却資産税とか、固定資産税に関してなんですが、これ、申告期限につきましてです。えーまああのですね 固定資産税について、あの現行1月1日現在の資産についてのこの状況を申告期限として、1月31日までにこれは申告しなければいけないということなんですけど、これ、結構な大変なことでして、まあ、あの年末で休みたいっていう部分もあるわけですけど、そういうのも返上して1月31日までに、だから中小企業っていっても、極端な場合、年1回しか決算を組めないというぐらいのところもあるわけですけど、まあ、そのような中での大変な負担になっているところは、やはりあるかというふうに思います。 であのまあ、このような事業者さんにとっては、その固定資産税の申告期限をです、ね、えー、法人税、またはあのまあ所得税の場合もあるかもしれませんが、それの申告期限と合わせる、まあ、このようなことができれば、まあ、法人税や所得税の決算を組むときに合わせて、固定資産税の申告書をこれ、作成すればよくなるので、事務負担というのは、まあ、かなり減るのではないかなと。 まあこれ、総務省に言わなければいけない話ではありますが、まあ、ただ、こういうような声を受けて、われわれもまああのいろいろ働きかけをした部分もある中で、今、総務省もまあ検討会を設けられているというようなところは聞いております、まあ、ぜひあの中小企業の,この事務負担、これを配慮していただくという意味で、まあ、中小企業庁経産省としても、この点をしっかり、これはあの大企業を含めていろんな意見もあるかというふうに思います。 その中で例えば選択でそのような形が選べるというような形であれば、いろんな意見に配慮できるというふうに思いますので、そういった点の主張をぜひお願いできればというふうに思いますが、いかがでしょうか安藤長官お答え申し上げます、あの固定資産税の償却資産の基準日、あるいはその申告期限、それと法人税について異なっているという実態がございます。 そうしたことから中小企業の皆様方、あるいは税理士、あるいは中小企業の団体の皆様方から事務負担の軽減を求める声が上がってきております。まあ、そうういいったた声を背景とししまして今ご指摘のような 検討会が総務省で開催をされて現在あの検討が進んでいると承知をしておりますあの私どもとしても当然のことでありますけれども中小企業小規模事業者の皆様方の事務負担が最大限軽減されることが必要だと認識をしております総務省としっかりと連携をしながら少しでも中小企業小規模事業者の皆様方の現場におきます事務負担が軽減されるように最大限頑張ってまいりたいとこのように思っております 薬倉勝夫君、はいえー。じゃあ引き続きよろしくお願いいたします。あともう一つで、あのー、所得拡大促進税制であります。あのー、まあ、雇用促進税制廃止というような報道が一部あったわけでありますけど、まあ、これ賃上げというところでは、所得拡大促進税制はまた違うもので、ぜひこれは拡大して延長していただきたいなというふうに。 思っております、まあ、これも先ほどの例も報道ベースのだけの話でありますが、であのーまあ、特にこう中小企業の賃上げはこれ、賃上げの率というのはこう上がってきているという理解でいるんですが、やはり大企業との格差は大きい、まあ、1000人以上の大企業と5人から9人ぐらいの中小企業の年収格差というのは200万ぐらいはやはりあるというような、えー、記憶でおります。 でその場あたりについて、さらに賃上げを促進するための、えー、税制というのを、特段、中小企業に配慮をいただきたい、まあ、この点が1点とともに合わせてですね、やはり中小企業の問題は、この賃上げとともに、まあ、なかなかこの人が来ない人材不足、有効求人倍率が1.52倍だと言いましても、中小企業になかなか人が来ない、まあ、それは中小企業がこう人に対しての投資をする余力がやはりなかなかないところもあるかなというふうに思います。 まああの特にです、ね、この一人に対しての費用というものの、その中での教育資産というのをこう見てみると。千人以上の企業と三十人以下の企業で、えー、額にして、大体三倍から四倍ぐらい開きがある。まあ、このようなーデータも、えー、いただいております。まあ、こういったあのことの対象としてはです、ね、中小企業による人づくり分野への投資。まあ、これが重要であり、最終的にそれが。 中小企業への人材流入ににも行くかなといいううふうに思いますで今回のこの税制を、ぜひこういった人づくりの分野にも拡大をいただくことは重要な視点だというふうに思いますが、まあ、そのあたりについてご見解をいただければというふうに思います平木経済産業大臣政務官今、ご指摘いただきましたとおり、中小企業の賃上げというのは徐々に進みつつあるわけでありますが、依然、 大企業との賃金の格差というのは大きなものがございます。こうした中で、この雇用の7割を支えます中小企業、小規模事業者が、賃上げをし,にしっかりと取り組みまして、成長と分配の好循環を作り上げていく、こういう環境を作ることはとても重要であるわけであります。あのそこで五、まあ、家門の所得拡大促進税制でございますが、平成27年度の中小企業におけるこの適用実績、えー、この件数がですね、 8万6社以上に上にっておりますこれはもう、賃上げのインセンティブとして、この所得拡大促進税制、極めて重要であるというふうに認識をしております。あの経済産業省といたしましても、この中小企業、小規模事業者のさらなる賃上げを強力に推し進めるために、今年度で期限を迎えます、この本税制の延長、そして拡充を今求めているところでございます。 また委員の方からです、ね、この賃金格差是正のためにも、教育機会の拡充が重要であるということもご指摘をいただきました。あのこの点につきましては、この賃上げと併わせまして、教育機会の拡充を図る企業を強力に後押しをいたしますために、社内研修の機会の充実など、教育訓練に積極的に取り組む企業に対する上乗せ措置、これについても現在、併わせて要望しているところでございます。あの中小企業の賃上げや 人材投資の促進をするためにも、経済産業省としてしっかり対応してまいりたいと思います薬田勝男君、はい。ありがとうございます、ぜひ、あの政務官出身になって、しっかりまた頑張っていただければというふうに思いますあの、まあ、中小企業、いろいろ回りまして、えー、いろんな声をお聞きしました、あの一つ、ああと思ったのは、やはりあの中小企業の予算が少ないんじゃないかなということを、声を非常に聞きました。まあ、それもこう いなんかこう、怒りというよりは、なんかこう、これだけ頑張ってるのに、なんでこれだけ中小企業って本当に大事にされてるのかなという切ない感じで言われると、非常に申し訳ないなという思いに至ったところであります、えー、やはり、まあ、本予算でも2000億とか、やはりそういうレベルではあるというふうに思いますが、あのー、大企業がですね、えー、まあ、ない。 地方はあるかもしれないけど、中小企業はない。地方っていうのはやっぱりないわけですね。こう地方をしっかり支えるには中小企業というのがしっかり基盤として足腰でなければいけない。そこの経済の循環というものがしっかり満ちていくためには、やっぱり中小企業というのが必要。今あの。 景気回復の実感というのを一番の課題であるというふうに思います。まあ、それをどうしていくかといえば、やはり中小企業をしっかり支えることが景気回復を実感する。でそれが多くの人の幸せにつながって社会の安定にもつながる。で私はあの中小企業こそがこういった政策目的をまあしっかりと実現するための公的機能をしっかり有してるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういう公的機能を有する中小企業に対しての予算をどんどん増やしていくというような 決意を、中小企業に熱い思いを持っている世耕大臣からぜひいただきたいというふうに思いますが、よろしくお願いします。中小企業向けの予算が少ないと、えー、おっしゃいました。あの 経産省全体の予算も結構かわいいもんでしてです、ね、私、初めて見たとえ、こんだけっていう感じだったんですけども、まあ、その中で中小企業、あの少しでもです、ね、たくさん取れるように頑張っていきたいと思います。あのこれは計算だけではなくて、あの政府全体でということになりますが、えー、今年度は1810億円でありました、中小企業対策費というものがです、ね、今、30年度の要求で,です、ね、2275億円出しています。これが今厳しい査定にあっている状況ででりますので ぜひ公明党の中でも応援をしていただければというふうに思います、であともう一つ、やっぱり中小企業対策っていうのは予算だけじゃないと思うんですね、例えば、あのこれは公明党さんからもご指摘をいただいて取り組んでる下請け取引条件の改善、これなんかはしっかり改善することによって、大企業から中小企業へのお金の流れができていくというようなこともあるわけであります。こ、まあ、こういいいいいいっったたたととととも含めてて、ね、法律ですとかですすかかか先ほどから議論いただるる税制ですとかあるいは金融ろな プラス予算でですね中小企業をしっかりと応援をしていく必要があるというふうに思っております逆田勝夫君ありがとうございますまあ、ぜひあの我々もしっかりと政府と力を合わせて中小企業こそが経済を支え社会を支えているそれだけ公的な機能があるということで、うん えー、他のところに比べると、桁が違うんじゃないかという、この予算をです、ね、しっかりと確保してまいるように、努力してまいりたいというふうに思いますので、えー、一致団結して、ぜひよろしくお願い申し上げます。えー、ちょっとガラッとお、40分って思ったより短いんだなと、今、焦りながらやってるところはあるんですけど、えー、ガラッと視点を変えまして、今度はあのーまあ、通商の方の話をさせていただきたいというふうに思います。えーまあ あのベトナムの方で閣僚大筋合意という形、最後、一つドタバタがあったわけですが、閣僚レベルではもう全会一致で拍手で大筋合意というような形になったというふうにお伺いもしております、で私あの、党の TPP の総合対策の事務局長もしております、まあ、自由貿易の恩恵をしっかり国民皆様に理解いただくには、まず国内対策というのがしっかり必要、これ、農業対策というのは、これは我々も政治の責任としてしっかりやらせていただきたいというふうに思います。 まあその上で、今回の TPP-11 は非常に大きな意義はあったかなというふうに思っております。えー、私もあの2010年とか2011年頃そういう交渉に関わった時期も実はあったわけでありますけど、まあ、そのお時のまあイメージでいうと、あの全体的にこう、日本はなんとなく韓国に 出遅れれてししまっったたなななといいいいううよイうイメージがあったのかもしれないこうバイででろろはどんどんんん韓国を結んで日本はなかなか結べないと、まあ、そのような中で日本が今まで WTO 時代で、まあ、ずっと工業品を、関税を下げてきた、そうすると交渉になると、切るべきカードがなかなか書いてなくなって、不利な状況に置かれているというのは、発砲下がりの状況が一時期あったかというふうに思います。まあ、TPP、そういう意味では、アメリカのある意味戦略的な意図をしっかりと取り組んで利用してですね、 えー、プルリの形で、日本に非常にメリットの強い形で、えー、合意することができた。まあ、ある意味、劣勢をこう挽回したような形ができたというのは、それがまた、日 EU の EPA につながっていってるというところは、大きな戦略的意図は強かったかなというふうに思います。まあ、ぜひ改めてですね、この TPP-11 の意気とともに、私が今日特にまあ強調したいことは、これはあのー、国内にいる中小企業にとってもどういうメリットがあるのか、 まあ、そのような部分も含めて、えー、ご説明をいただきたいというふうに思います通商政策局、渡辺、えー、通商機構部長お。お答え申し上げます。TPP11 により、我が国から輸出される工業製品の99.9%についての関税が撤廃されることになります。これにより、自ら輸出される中小企業の方の輸出の拡大が期待されるだけでなくて、 取引先企業の輸出拡大を通じまして、そこと、お取引をされる中小企業の国内における受注増加ということも期待されるところであります、それからあのさらに TPP11 におきましては、えー、あの原産地ルール、えー、我が国で部品を製造して、えー、さらに TPP11 の中の A 国に輸出をして、そこで組み立ててで、さらに B 国へ持っていくと、こういうようなことが可能になります、メイドイン TPP11 ということでございます。 これによりまして、例えばあの我が国の国内で機関部品を、えー、製造される中小企業の方が、えー、国内に拠点を維持したまま、えー、輸出が、えー、することが可能になります。こういう意味で、あのあの今回の TPP11、あの中小企業の方に大変大きなメリットがあると考えております。約田康造君、はいえー。ありがとうございます。まあおっしゃる通り、あのー、まあ原産地規則の中でこう完全累積という形で取りますので、えー、最終的にまあ。今 関税撤廃の利益を受けるためにはやっぱり TPP 域内の国の付加価値が全部、えー、買わさった形でというふうになるで、今までであれば、えーまあ、ある意味 TPP 域外の国で、えー、仕事を奪われたのが TPP 域内にある日本の中小企業にもしっかり仕事が戻ってきやすくていいというような環境整備はやはりできている来ているのかなというふうに思いますまあ特にですね まあ中間剤、まあ、部品とかですね、やはりそういうのをしっかりうまみ、まあ、強みを持っている日本の中小企業にとっては、これをしっかり活用して、世界でも勝っていけるような体制づくりというのを、ぜひま省としても、まあ省、省横断的ですね、政府としてしっかりまたやっていただけるように、経済産業省にも働きかけていただきたいなというふうに思います。でそののの流れで、まあ、今申し上げた TPP のこの プルリの TPP メイドイン TPP になるような網の目ですねこれをしっかりと、まあ、最終的に国内にいる中小企業に持っていくにはこれ放っておけばなるというような話ではないと思いますのでやはり地域間の中核企業とその中小企業との連携であったりとか海外にしっかりと行っている企業とのつながり 日本企業のつながりというのも、これはしっかりサポートするような体制というのはなければいけない、ただ、協定ができたからどうかなるという話でやはりないかというふうに思います。まあ、そのあたりの企業間のつながりというのを作る上えで、どのような方針、政策を持たれているのかをお伺いしたいというふうに思います渡辺通商機構部長。お答え申し上げます、TPP11 のメリットが、これまで海外展開に取り組んでおられない中小企業の方も含めて、 全国つづぐらぐらに行き渡るように取り組んでいくことが委員御指摘のように大変重要だと考えておりますあの一つにはこれまであの海外展開に取り組んでいない中小企業の方が新たな市場開拓のチャンスをつかんでいただくためにきめ細かいご支援をしていきたいと思います例えばあの全国の中小企業の方々に対してまずメリットをご説明するそれから新輸出大国コンソーシアムにおきまして国内での事業計画の策定から 海外の販路開拓に至るまで、経営のないご支援を引き続きしっかりとやっていきたいと思っております。それからもう一つ、委員ご指摘のように、地域経済を牽引する地域の中核企業による海外販路開拓を支援することによりまして、地域の中核企業の方と、それからそのお取引をしている、あるいは連携をされている中小企業の方にも利益が及ぶように、しっかりと支援をしていきたいと思います。平成28年度から地域中核企業業創出支援事業 というのを行っておりまして、国際市場に精通した専門家が海外市場も視野に入れた事業化の戦略の実案ですとか、それからハンド開拓の支援等をしっかりと行っていきたいと考えております薬田勝夫君。 ぜひよろしくお願いします、こう企業と企業をつなげる、それぞれであれば、えー、一ちしかないものがつながることでこう広がるというような、つなぐ役割というのも政府非常に重要であります、あのー、眠っているものをまた掘り起こすというような、つながるという点の視点から見ても、ぜひ今の施策をさらに進めていただきたいなというふうに思います。で大臣にお伺いしたいというふうに思いますが、あのー、これまた TPP、まあ、国際連携の絡みなんですけど、この日本主導のルール作りというもの、 についてであります今、TPP11、ご案内のとおりアメリカがこうまあ離脱をしている状態であります、まあ、これを返ってきてもらうというのも非常に重要でありますけど、まあ、あのその上でこうアメリカが今いないえこの時をしっかりチャンスと捉えて、日本主導で経済の連携の軸というものをこうアジア、太平洋にこう広げていくということは非常に重要であるかというふうに思っております。でまあその第一歩が やはり日本主導で自由で公正なルールをしっかり作っていく、ここまあアメリカはある意味、ちょっと法体系も違うところもありますから、このアジア太平洋の自由な公正なルール作りを主導できるのは日本だぐらいの気持ちで、いろんな網の目をどんどん作っていただきたい、TPP が当然、ハイスタンドの,の網としてあるわけですけど、やっぱりそれにこうまだ入りきれなくても、どんどんそれを拾っていくためのいろんな 連携の網をです、ね、いろいろこう作っていってそれが重層的に複層的につながっていくという戦略を現実的にアプローチに取っていく必要もあるかなというふうに思っておりますであのその点でやはり RCEP というのは重要で、えーま、中国も入っている中国を取り組むという意味合いも込めてでありますがあのまやはりそういうような観点から、ま、一時期はアメリカ主導の TPP 中国主導のなんて誤った言い方もされたわけですけどそうではなく 日本主導で TPP と RCEP、まあ、その他いろんな連携をしっかり主導していって、えー、ぜひ日本主導の自由な公正なルール作りというのを主導権を発揮していただきたいといううに思いますが大臣のご所見をいただければと思います世耕大臣あの私先日です、ね、ベトナムのダナンへ行きまして APEC の閣僚会合に参加してまいりましたでそこで旧、ま、知、あの経済貿易閣僚たちと会ってです、ね、握手をすると あのちょっと野党の皆さんには申し訳ないんですが彼らが言うのは「おめでとう」じゃないんですね。かったと日本で選挙結果が ああいう形になって、みんな良かったという反応が非常に多かったです。あの、これはやっぱり割とこう保護主義的な選挙結果が世界各国で出てる中でですね。日本は自由貿易推進する安倍政権が政治的に、引き続き安定的にやっていける結果が出たということを、みんなほっとしてるっていう感じでありました。それだけですね。もう自由貿易の機種として、日本の役割は大きいんだろうというふうに思っています。で、そういう中で、RCEP でありますけれども、ちょっと TPP と違って、ね、RCEP は。

ASEAN、まあ、が今年50周年だったということがありますので、早くまとめようと、中身、レベル低くてもいいから、早くまとめようという動きもありました、また一方で、これをまとめることによって、地域における影響力をこう誇りたい国もあったのは事実であります、でそういう中で、私はです、ね、ずっと今年の春から、RCEP 早くまとめることも重要だけど、やっぱり中身が関税だけじゃなくて、通関手続きとかデジタルとか、いろんな貿易ルールも入ってなきゃダメだめだということを、まあ、特に ASEAN 諸国を中心に説得 特にあのラオスとかミャンマーとか、えー、カンボジアといった国はです、ね、いきなり TPP と同じようなことはできないという立場で彼らに対してはキャパシティビルディングでしっかりと支援をしますというよという約束もしましたあるいは ASEAN 各国に対しては ASEAN、ね、はやっぱり中小企業が多いんだから通関手続きの手間とかあるいは視点を解説できないんだからデジタルでやり取りするそういうルールをきちっとできとかないといきなりの中小企業にとって不利益が出ますよということ とも言いましたタイなんかはですね今日本のサプライチェーンがしっかり入っていてタイ自身でかなり高度な製品ができてきてるんでこれも、えー、知財の保護っていうのをです、ね、しっかりやっとかないとタイの企業にとってデメリットになるよこういう説得をずっと続けた結果ですね最終的に やはりレベルの高いものを目指していこうと、今年ちょっと妥結はできないけれども、来年、なんとかレベルの高い内容を目指して、議論をしていこうじゃないかという形になっています、まさに RCEP に関しては、今、日本が主導権を少し取っているという状況になっているということをまあ交渉担当者として、日々、実感をしているわけでございます薬田勝夫君。そういうような形で、ステップアップバイステップというか、しっかりと日本主導で、えー、まあ自由で公正なルール。 こうそういうような自由主義のとったようなものにこう取り込んでいくような主導権をぜひ握っていただきたいなというふうに思っております。ま、え、あ、ー、そのまあちょっとまたえ最後またこれ大臣に最後お伺いして終わりことなるかもしれませんが時間の関係で大変えまあ先ほども伊藤先生からもコネクティッドインダストリーズというところのお話も。 ございました。えー、わかりにくいというような。で、いろんなところで今、つながりつながりというのは、私の質問の中でも出てきたわけでありますが、私はこのコネクティッドとインダストリーズっていうところは、非常に響きとしては、方向性として、えー、可能性を秘めているものじゃないかなというふうに思っております。あのー、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、大臣から、まあ、この意義をおっしゃっていただくとと,ともに、まあ、ちょっとここは、えー、通告してない部分で大変恐縮なところもございますが、あのー、私はですね、 この農業の分野というものもですね非常に重要な要素があるかなというふうふに思っておりますであの農業もですねまあ働き方改革人手が足りないというようなところ今まであの経験と勘で頼っていたものをこういかにデータ化していってで従来の家族的なものでやっていたものをまあ,ある意味大規模にしていくでそれをも担っていく経営で担う人もいれば まあ労働として働くている人もいるわけです。その労働として働く人に今まで匠の技でしか継承されなかったものが分かりやすく継承していくためには、やはりデータ化をしてそれを共有していくというようなやり方も非常に重要です。でまた IoT などを使って、まあ最近なんかドローンなんかでですね。 まあ、ドローンを飛ばして、その補助の窒素含料とかパッパっと見て、そのデータをもとにして、今度はまたドローンが飛んで、それに合った肥料をまいていくだとか、そういうデータ連携による、今までの省力化とともに生産性を上げていくとか、そういうような可能性もあるというふうに思います、えー、最後の部分、大変通告してなくて、恐縮でありますが、コネクティッドインダストリーズというものがどういうものなのかということを、えー、ご説明いただいた上で、まで、あ、それが経済に与えるインパクト、また、 働き方や生産性、これを変えていかなきゃいけないというような産業、農業を含めてですに与えていくインパクトというのを、まあ、大臣のご所見をいただいて質問を終わりたいというふうに思います世耕大臣あの日本の製造業の強みは、ですねやはり、えー、機械化をかなり世界に先駆けて進めてきたところだというふうに思ってます、製造現場にかなり精密なデータが残ってるんですね。まあ、今 問題になっているデータ偽装の問題もなんで分かるかといったら正しいデータが全部工場の中に残ってるんで突合すると分かるわけでありますで我々設備投資減税とかあとまあ中小企業向けの固定資産税の特例とかですねそういうことをやってきた結果だいぶデータの蓄積が進んできています工場の中でデータが取れてるとて答えてた企業は2015年は40.6%だったんですが2016年には66.6%と非常に増えてるんですで問題はそれが活用されてないということでありまして 企業がデータを利活用している割合ということで国際比較をしますとアメリカが41ドイツが31%に対して日本は16%。 だから宝の持ち腐れになってるわけでありましてコネクテッドインダストリーズという考え方いろんな切り口あるんですがまずこのデータをしっかりとビッグデータとして企業も連携して活用していこうよっていうのがです、ね、基本的な考え方でありますで農業も私は例外ではないというふうに思ってますあの昔から精密補助管理といってです、ね、メッシュ状にやってそれぞれの気温とか雨の降り方を全部確認してそれと作物の出来具合を見てベストな作り方どうすればいいかっていうのを見ていくとかあの 中山はみかん県なんですが、えー、みかん農家でもですねあのそれぞれどれぐらいの肥料をやったどれぐらいの水をやったどれぐらいの,あの日照量があったっていうのをこれ全部センサーで記録をしてそして出来上がったみかんの糖度とリンクをしていってこういうところに植えるといいとかですねこういう日当たりの場所にはこれぐらいの肥料をやるのがいいなんていう、えー、ノウハウの共有っていうのもですねすで、えー、に始まってます今までみかん農家ってやっぱり10年やってなんとか半人前って感じだったんですがそれがそういうデータ活用することによって 去年入った人でも同じようなみかんを作ることができるというようなことが起こってますので、このデータを使ったイノベーションということを、ですねこれからものづくりだけじゃなくて、サービス産業、農業でもですねしっかりと広げていきたいと思います倉勝男君いや少しまだ時間が、大臣、本当にありがとうございました、突然の振りにも、本当に的確に答えていただき、ありがとうございます。あの残りりの時間でで、えーまあ、おっしゃる通りですね まあ、やはり農業、私はあの農業というのは、こう最大のものづくりの一つでもあるかなというふうに思っています。あの、同じ産物を作っていても、やっぱりその土地ごとの状況の違い、それをいかに把握をして。で、ご自身の一人一れの技術を通じて、まあ、全く同じものは全くないわけなんですね。土地が違い、水が違い、え、空気も違い、そして人が違えば、全然違うものが。 同じリンゴであっても何でもできてくるというようなものづくり、まあ、これをしっかりと生産者の視点だけでなくて、いろんな産業からこう支えていくというような観点が、農業の成長産業化にとっては非常に重要であるかなというふうに思っております、まあ、コネクティッドインダストリーズという、まあ、直接農業の分野に見るものではないですけど、その理念というのもぜひ、農水省とも共闘しながら動いていただきたいなと。であ,のあとやはり 生産者の所得向上という意味合いではです、ねえー農の、農業、農業者の生産者の所得向上には、やはり第一次産業、第二次産業、第三次産業、全部が連携していく姿勢というのは、これから重要であるかなと、で企業の力も借りながら、しっかりと生産性を高めていくというようなこともある、まあ、そういった部分でも、経産省、いろんな企業さんとも連携もある、まあ、そこをまた農水省と経産省と、その企業と。 さらにはこう生産者と連携していけるような枠組みというのを農水省経産省でさらに引き続いて作っていただきたいということを要望申し上げまして質問に終わりたいというふうに思います。ありがとうございました